向井淳吉向井淳吉11月30日から1995年11月14日は日本の洋画家。戦前から戦後にかけて活躍40年以上にわたり北海道から鹿児島までを旅し生涯古い民家の絵を描き続け民家の向井と呼ばれた洋画家であった。弟は彫刻家でマネキン製作会社七歳初代社長の向井良吉。 長男は元 TBS ディレクターで、萩本金一を育てたことで有名な向井総なり、京都市下京区仏甲寺通に、父、佐吉と母、常の長男として生まれる。父はもともと宮大工の家柄で、東本願寺の建築にも関わった。純吉が物心ついた頃には、家で10人近い職人を雇い輸出向けの、刺繍屏風部やついたてを製造していた。 1914年4月、父と日本画を学ぶことを訳して、京都市立美術工芸学校予科に入学するが、2年後どうしても油絵が描きたくて、父の反対を押し切って、中退、家業を手伝いながらという条件で、関西美術院に入り、4年間学ぶ。1919年、西中井大六回店に初入選。翌年に家に、無断で上京、半年ほど。 新聞配達で働きながら、川端が学校に通うが、年内には再び京都に戻る。1927年、当時最も安い経路だったシベリア鉄道を使い、フランスへ向かう。退屈中は、午前中は、ルーブル美術館でも社、午後は自由制作、夜はアカデミードラショーミエールで素描を行うのが、日課であった。純吉は後年、私のごとき、貧乏の画学生には、 費用のかからないそして自由に名画に接し得られる美術館での勉強は誠にありがたかったと10回している。模写した作品はベネツィア派からバロック絵画にかけての作品が目につくほか、コロウの作品が多い。その一方で、スーティンやココシカを想起させる荒々しい筆色の作品も描いており、フォービスムへの接近を色濃く感じさせる。3年後の1930年に帰国し、 模写の展覧会を開く。同年結婚、また、西中井に東欧中に制作した法ス駿町の作品11点を、出品、著牛賞を受ける。1933年、東京都世田谷区鶴巻に転居し、以後没年まで居住する。1937年、個人の資格で、中国の天津、北京、大道方面に従軍。百三十八年、 大日本陸軍従軍画家協会が設立されると、純吉も会員となり、戦争画を描く。1944年にインパール作戦に同作品を記録するため、作家、日野足兵と共に、従軍、二人は協力して、危険をくぐり抜けビルマまで戻っている。帰国後は、軍需生産美術推進隊隊員として、各地の炭鉱で制作を続けた。戦争末期、 爆撃のためしばしば防空壕に逃れる生活をする中、太手に取った図録から民家の美しさに気づき、戦火の中失われようとする美しいものを絵に残したいという思いを強くしていった。終戦後の1945年11月、行動美術協会を設立。同年が秋、新潟県川口村で取材した作品、雨を制作、以後生涯の主題として、 草屋根の民家を描き続ける。しかし、初期の頃は、労働や生活の現場を画面に取り込んだ作風を見せ、いかにも純吉らしい民家作品としての作風が確立するのは、昭和30年代に入ってからのようである。1993年5月、世田谷区に自宅を兼ねたアトリエとその土地、並びに、所蔵の作品を寄贈、同年7月、 世田谷美術館の文館として、向井淳吉アトリエ館が開館する。1995年、急性肺炎のため自宅で逝去。93歳坊津。戦後の高度経済成長により次第に伝統的家屋が失われていく中、淳吉は全国を巡り古い薔葺屋根の家屋を描き続けた。主樹の資料や淳吉自身の言葉から推定すると描き。 残した民家は1000件を超え、油彩による民家作品は2000点にも及ぶとされる。1959年から1988年までに描いた1074点の制作記録が残っており、これによると制作場所は埼玉県が約32%、長野県が約19%、京都府が13%と大きな偏りがあり、近畿性は 旅で訪れてはいても作品は極めて少ない。一年のうちの制作時期は2月から4月が一つのピークで、ついで10月から12月が多く、逆に8月は非常に少ない。この理由として純吉は民家を描くためには、反茂した木や草が邪魔になるからであるとともに、緑という色彩が自ら増えてだと知っているからでもあると述べている。美術史や辻信は、 今後も評価されるに違いない画家の一人として、純吉の名を挙げている。ありがとうございます。